B リーグのファンブースターの皆様、こんばんは。こんばんは。スポーツナビとバスケットボールキングがお届けする B リーグ応援番組 B マイヒーローのお時間です。 MC は私小庭と関根ささらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この番組は毎週火曜日午後6時にスポーツナビとバスケットボールキングの YouTube ライブで、YouTube チャンネルでライブ配信されています。ハイライト映像を中心に週末の B リーグを振り返りつつ、今ホットな B リーグの話題を取り扱ったり、選手にじっくりお話を聞いたり、皆さんと一緒に B リーグをとことん楽しむためのライブ配信です。ぜひこの番組であなたのヒーローを見つけて B リーグをもっと好きになってください。さあ、今日はですね、まあ、レビューがあって、はい、そしてルーク・エヴァンス選手のインタビューもある中、はい、本日はスペシャルゲストの方に来ていただいております。早速お呼びしたいと思います。島田慎二チアマンでございます。チアマン聞こえますか？いやー、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと背景雲が動いてますね。そうですね、雲早いですね。雲早いですね。すごい。本当に絵的に大丈夫ですか？絵的に大丈夫でございます。お話ししてる間に多分雲がプワーッと晴れてきます。そうですね、はい。まあ、改めて本当に Be My Hero という番組、はい、今、はい、改めて B マイヒーローという番組ですね、昨年から始まりまして、我々2人でこうやって B リーグのことをですねお伝えさせてもらってるんですけども、本当に今 B リーグやっぱりこうコロナ禍の中でもなんか大変な中でもすごく盛り上がってるなという印象がありますけども、改めて島田チェアマンから見るこの B リーグ、どういった熱気を感じますか？そうですね、まあ、まだまだコロナの影響を受けてて、入場者数も、まあ、本来の、ね、数まで戻ってるわけではないんですが、うん、徐々に、まあ、沖縄とかもそうですし、いろんなところが徐々に戻りつつあるんで、うん、良い方向に向かってるかなと思ってます、うんうん、そして先日、はい、まあ、実はささらちゃんが、はい、チアマンと一緒に、はい、そうなんですよ、沖縄で偶然お会いすることができまして、はい、琉球の西地区5連覇の、まあ、記念すべき日に、うん、同じ会場で試合を見ておりました。はい、いやそうですね、知らなかったです。声かけられてびっくりしました。いや、私もまさか島田チェアマンいらっしゃると思わなくて、はい、セレモニー見てたら出てきて、はい、あ、島田さんってなって、で帰る時に偶然そこにいらっしゃって、うん、ご挨拶をして、また来週 B マイヒーローよろしくお願いしますということで写真を撮っていただきました。ありがとうございました。いや、あらららささらちゃんみたいな感じで、ね、近所 のお父さんみたいな感じ。本当今まで映像でしか島田チェアマンを見たことがなかったので、うん、すごくスラッとされてて、はい、バスケットボール選手なのかなぐらいの、でもサッカーをされてたんですよね昔。そうですそうですよね、はい、もうびっくりしちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、僕も富山で お会いさせてもらって、はい、僕が前で見てたそのまんま後ろで、チェアマンが見てる状態だったんで、もう私試合よりも小庭さんの背中ずっと見てました。ごめんなさい、本当もうちょっと縮めてくればよかったです、背中本当に。見えなくて、試合が見えなかった。いや、でも本当にチェアマンやっぱりこう、まあ、地域地域での沖縄もそうです、富山もそうです、本当に地域地域でみんなやっぱ色がこの5年をかけてどん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 出てきてるなって印象がありますけども、チェアマンから見てもそういう印象ありますか？そうですね、そこが B リーグのこの全国にこうクラブがある良いとこだと思うんですよね、うん、地域性もありますしクラブのカラーもあるので、うん、その個性も、まあ、B リーグの楽しみの一つかなと思いますね。うん、まあ、ささらちゃんなんかやっぱりどうですか、はい、こうやって実際に島田チェアマン来てもらって、はい、何かこうお聞きしたいところも含めて、いや本当にバイタリティがすごいなと思っていて、うん、今もこの間の週末もそうですけど、それ以前も毎日のように全国 その B バスケのチームに訪問して、うん、まあ、いろんなその島田塾だったり、うん、いろんなお話をされてると思うんですけれども、うん、その地域行くことによってその盛り上がりだったりとか、うん、意識の変わっているなっていうのは感じていらっしゃいますか？どうですか？こう、そうですね、うん、もう毎年どのクラブも成長してますし、うん、やっぱり行くといろんなものが見えますよね、うん、ファン そのエネルギーもそうですし、地域の方たち そのクラブに対する愛情とかですね、うん、選手たちの頑張りとかフロントスタッフ その努力とかね、そういったものがやっぱ見えるんで、うん、見てそれを世の中の人にもう本当に伝えたいなと思ってるんで、うん、私もブログ書いたりね、島田のマイクで喋ったりとかするんで、うん、まあ、その、なんですかね、この B リーグを支えてる多くの方たちのこの頑張りを、まあ、いかに伝えるかっていうことも私のミッションかなと思ってやってます。
あとはやっぱりこうもちろん選手として B リーガーを目指したいっていう選手がやっぱりこう下の世代も増えてきた中で、中の人として働きたいっていう方々も、僕結構スポーツの専門学校とか行かせてもらうと、本当に B リーグの中で働きたいっていう、チームで働きたいっていう人も増えてきて、やっぱすごくそこもなんか今 B リーグのある意味いいところ、ちゃんとまあ行き道をちゃんと作れてるのかなって気がしますけども、いかがですか、その辺のそのスタッフのこう就業率も上がってきてるっていうところも含め。そうですね、まあ、選手だけが全てではないんで、うん、あのフロントもそうですし、チアもそうですし、場合によってはマスコットもそうですし、うん、このまあ、ボランティアで、ね、支えるレフリーもそうですし、まあ、B リーグに関われるその職業というのはどんどん増えてきているので、うん、まあ、そこの選択肢はどん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 大きくしていきたいですし、うん、まあ、クラブが成長したりとかね、あのリーグが大きくなっていけばいくほどその枠組みというのは増えてくるんで、うん、多くの方たちチャンスが出てくると思いますから、うん、そういう意味でも、うん、まあ、地域を元気にって我々言ってますから、はい、雇用を創出していくっていうのも大きな役割なんで、うん、まあ、そういう意味でもあの現状に満足せずにね、うん、あの大きくなっていきたいなとは常日頃から思っておりますね。ありがとうございます。さあ本日の出演に先駆けてですね、実は番組でファンブースターの皆さんからチェアマンへの質問を募集させていただきました、はい、でたくさんの投稿があった中で今日はですね、いくつかこうちょっとチェアマンにですね、うん、そのまあ質問をですね投げかけて、ちょっとこういろいろ答えを伺おうかなと思っておりますので、ちょっとチェアマン改めてよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、ドキドキしますね。そうですね、知らされてないですもんね。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあそのドキドキ質問一発目、はい、何があるか、はい、ささらちゃんお願いいたします。ではまず最初は、はい、ペンネーム Y さんからの質問です。はい、 B リーグアワードチュア部門があると思うんですけれども、うん、専門家による審査がいいと思いませんか。年々レベルアップしているチアリーディングの盛り上げもよろしくお願いします。はい、まあ、こういう質問が来てますけども、まあ、演出という部分についての力の入れ方、やっぱり B リーグはやっぱり野球を見てきた、 J リーグを見てきた、じゃあ我々は何ができるんだろうかっていうところで始まったと思うんですけど、その辺の演出という部分では島田チェアマンはどう見えてますか、 B リーグ。いや、演出はものすごい大事だと思いますね、うん、あのまあ、バスケットを見に来るのはあの一義的な目的だと思いますけど、はい、まあ、それだけじゃなくてせっかく来たらね、うん、あのいろんな楽しみをがあっていいと思いますし、はい、やはり野球ともサッカーとも違うのはやっぱりアリーナスポーツですから、はい、演出というものを本当に、まあ、音であるとか光であるとか、うん、そういったものを使えるっていうのは我々の強みだと思いますから、はい、その演出というのはもう我々のエンターテインメントを追求するっていうリーグとして掲げている、うん、まあ、あの我々のビジョンでもありますから、うん、そこはもう力をガンガン入れていきたいなと思ってます、うん、でそこの演出をこう何ですかね、盛り上げる、はい、チアの存在っていうのはものすごい大きくて、うん、ですからあの今回からあのアワードの、はい、そうね、回答に加えたわけなんですけども、うん、まあ、この方のご質問だと、専門家のそうです、ね、審査が、まあ、審査がいいんではないかということですよね、うん、まあ、まあもちろん後々専門家の、審査があってもいいかなというふうに思いますけど、うん、一旦まあ初回なんで、まあ、そもそもまずはこの、アワードに加えたことが一番大事なことであって、うん、はい、でそのファン投票とかっていうのも考えようかなと思ったんですけど、やっぱり、うん、やはりあのどのような結果になるかわからないので、まずはやはりそこでその各クラブで頑張っているチアの皆様がかっこいい、素敵だなっていう思えるまあチアを選んでもらって、その中で一番あの得票数が多かったところが、まあバランス的にもですね、客観性においてもいいんじゃないかなというのが今回の決めでしたね。うん、やっぱりチアマンこう世界、まあ、特にアメリカスポーツとかもそうですけど、やっぱりこういうふうにチアを例えば NFL、ね、アメリカンフットボールとかのチアになることってものすごい倍率で、日本人初のとかって言われるぐらいすごいことじゃないですか。だから B リーグのチアになることも倍率がこれでどんどん高くなっていくっていうことになると、またさっき言ったように憧れの的になるっていうのは非常にいいことですよね。そうですね、うん、憧れの的もそうですし、まあ、後々は私も以前ちょっとチャレンジもしましたけど、でそれこそプロとかね、うん、それで職業として成り立つような状況になってくれたらいいなと思いますけど、後々は、うんうん、そうすればまあ、選手に憧れる、まあ、男の子だけじゃなくてね、うん、まあ、女の子もダンスやってる女の子たちもその将来あのクラブのチアになりたいっていうことを、うん、まあ、プロとしてねなりたいみたいなところまでいけば最高だなと思ってます。うん、
じゃあ続いて2つ目の質問に行きましょうか、はいはい、続いての質問はペンネームリータローさんからの質問です、はい、下田チェアマンに質問です。未来の B リーグはどうなっていますか、うん、演出やアリーナなどいろいろですとのことです。というところで、はい、まず、ね、先日、まあ、この優勝を見届けた沖縄アリーナ、改めて島田チェアマンからの目から見て、もうどういうアリーナに見えてるかっていうのをちょっと教えていただけますか。いや、もう行ったことがある方であれば皆さん感じてると思いますけど、はい、うん、今までこう日本でバスケットを見てた環境とは全く違うっていうのは、うん、まあ、感じていただけると思うんですよね、はい、あれがアリーナですね。我々その見るための施設というものを作りたいということでアリーナと言ってるわけなんですけども、うん、まさにああいうことを言ってます、はい、でやっぱりこう最高のプレーを見せる選手がいてですね、うん、で最高のボルテージで盛り上がるファンの皆様がいて、うん、そして、まあ、最高のアリーナがあってですね、うん、この3つ揃った時に最高の商品というか、うん、最高の価値が生まれるかなと思ってますね。うん、で そこの中でその最高のアリーナで最高の演出だったり最高のチアだったり、うん、そういうものをどんどん出てきてその最高のレベルがどんどん高まっていった時に、うん、B リーグの価値というのはどんどん大きくなっていくというふうに考えています。いや、僕はやっぱりこの日本という、まあ、土地やっぱり世界から比べるとちっちゃいと言われている中で、はい、アリーナの建設ラッシュがこれだけ起こるっていうのは、チェアマンちょっと本当にすごいことが今起きてるなって僕は感じるんですが、このアリーナ建設ラッシュについてもちょっと島田チェアマンからどういう見え方してるのかっていうのを教えていただきたいですね。いや、本当に今見えてるものだけでも10近くありますし、はい、潜在的にその予定として進んでるもの、まだ発表前のものも含めるともう十数アリーナがあるんですよね。はい、でまあ、こういうことを掲げたのが数年前ですけども、その、まあ、掲げて各クラブにもお願いをして、うん、各自治体にもお願いして、うん、まあ、最初はこんな風になっていくとはあまり想像はできなかったですけども、うん、やはりまあ思いが伝わって徐々に実現していってるので、まあ、B リーグ未来どうなってますかっていう話ですけども、本当に2026年とかですね、うん、はい、あと4年とか5年した時にその沖縄はあれはかなりスペシャルですけども、うん、ああいったそのアリーナがその3つ4つ5つ6つ7つ等とで12、3、14、15みたいな感じで増えていくと思うんですよ、うん、そうすると全く世界観が変わると思うんですね。本当そう思います、はい、うん、アリーナが全てではないですけども、うん、アリーナがあってもファンがいなければ意味がないんで、はい、多くのファンを迎え入れる努力を企業クラブが企業努力をした上 で、うん、でそういうアリーナが出てきた時には大きなエネルギーになると思いますし、うん、まあ、バスケがメジャーになっていくためには必要不可欠な、存在だなというふうに思ってます。笹原ちゃんも改めて、まあ、沖縄アリーナ行って、うん、お客さんの目線から見た沖縄アリーナどうでした？私正直試合始まる前のクラップで涙流してたんですよ。今またちょっと思い出して、はい、涙目になってますけど、なんかこんなに興奮できる環境でバスケを見れるってすごいなと思って、うんうん、でそこにちゃんと期待を持って集まってるファンがいて、うん、期待を裏切らない選手がいて、うん、本当になんか嬉しくなっちゃって、ね、泣いてましたね、スタートの時。いや、僕の彼女もあそこのカーテンパッと開けた瞬間に、はい、うわーって言って、その瞬間から僕にいつ行くんだって言われましたまだ試合も始まって終わってないのに。あ、なるほど、次の予定を聞かれたんですね。まあ、だからチェアマンやっぱり、ね、アリーナっていう建物だけで試合始まる前からそこに入った瞬間からもう夢の世界に入ることができるってことですよね。うん、そうなんですよ、やっぱ全然違いますよね。うん、うん、やはり例えばサッカーで言えば本当に昔は陸上競技場とかでやってたわけですよね、うん、でそれがJ リーグができてどん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 スタジアムっていうものができてきて、うん、どんどんメジャーな道に進んでいったと思いますし、うん、B リーグもその体育館でやってたところからこういうアリーナっていうのが、うん、時代から30年遅れですけど今進んでて、まあ、ここをしっかり実現できればですね、うん、まあ、世界観は大きく変わると思ってます。いや、笹ちゃん、実はまだまだ聞きたいことなんですよ、はい、もうね、あっという間に時間が、やばい、いや来てるんで、はい、ちょっと今日はですね、はい、まあ、実は最後なんですけども、はい、近日発売される島田チェアマンの書籍についてご紹介したいと思います。ぜひお願いします。いや、はい、今回ですね、こちらの書籍でございます、うんうん、はい、
B リーグ公認最強のスポーツクラブ経営バイブルということで、こちらの書籍にはですね、まあ、本日お話しいただいた地方創生とか将来構想の話もバッチリ書いて、アリーナの話も書いてる中で、まあ、ちょっと僕も読ませさせていただいて、佐々ちゃんも読ましたけども、はいはい、改めて内容を見てみていかがでしたか。そうです、その B リーグを盛り上げる内側 の、 そのビジネスとしての視点はもちろんなんですけど、うん、この今書いてある通り、ファン、私みたいな B リーグが好きな人がどうB リーグを盛り上げていける、支えていける、うん、応援していけるのかっていうのもしっかり書いてくださってて、うん、なんか応援しやすくなるというか、うん、本当もひたすらお金を落とし続けようって思います本当に沼にもハマってますね。本当になんかもうどんどんグッズ買って、うん、その地域を盛り上げて、それがちゃんと B リーグが盛り上がることにつながるんだっていうのが改めて再確認できたので、うん、もちろん企業の皆さんにも見てほしい、読んでほしいんですけど、うん、ブースター、うん、ファンの皆さんにもちょっと読んでほしいなと思いました。千山、改めてこの本に込めた思い、どういった読み方をしてほしいとかも含めていかがですか。そうですね、今笹野が言ってくれましたけども、やはりいろんな方たちがクラブを支えてるんですよね、はい、でその支えてる方たちいっぱいいるんですけど、どう支えていいかわからないっていう方たちって多いんですよ、意外と、はい、それは私が全国行脚して、地域の方だったりファンの皆様だったり、うん、スポンサーの皆様だったり自治体の皆様だったり、うん、まあ、お会いするわけなんですけども、うん、実はどこまでどうやって応援するのがこのクラブにとって良いんですかっていうのを毎回聞いてて、うん、毎回それを説明してるっていうことを繰り返していくうちにですね、うん、これはちょっと私の体持たないなっていうのと、ちょっと効率が悪いですし、やっぱりもっと的確にですね、はい、こう伝えるにはこういう本にまとめるのがいいんだろうということで、作ったというのが、この本の作成した原点なんですね。ですから、ぜひこの本を手に取っていただいて、クラブをどういうふうにこう支えていったらいいかっていうことをより多くの方たちに知っていただくことによって、各クラブを応援しようというエネルギーが増してですね、各地域クラブが成長発展することで B リーグをこう盛り上げていっていただければいいなと、そんな思いを込めております。最後にも本当に全クラブ B1、B2、B3 全クラブの、まあ、社長さんからの言葉が一言入ってるっていうのも、はい、もう本当にやっぱり B リーグはもう全員で一緒にバスケットを盛り上げよう、スポーツを盛り上げようっていう気持ちもすごい入ってる一冊になってますので、はい、ぜひ皆さん5月の2日発売となります。B リーグファンの皆さん、今日ね見てくれてる皆さん、コメントしてくれてる皆さん、ぜひね、はい、これチェックしていただけたらと思います。いやもうちょっと本当にあっという間の時間で、まだまだ聞きたいことがたくさんあったんですけども、改めてこの Be My Hero 出演してくださって、本当に今日はありがとうございます。いかがでしたか、出演してみて。いやありがとうございます。出たかったんですよ私。本当ですか。これ少し最後の締めくくりがなんか本の宣伝すると、なんか本の宣伝に来たんじゃないかって、このやらしい感じになってますけど、そんなことないんですよ。普通に出たかったんですよ。まずは日頃からこの B リーグのね、盛り上げのために皆さんご一生懸命やっていただいてて、本当に感謝してます。ありがとうございます。今度こそはスタジオで、はい、お待ちしてます。これはもうちょっと30分ぐらい撮って、そうですね、島田チェアマンと井口さんの対談ですね、はい、これ。いいですね聞きたい聞きたい、いやということ で、 何でもあります。改めて島田チェアマン、本日はどうもありがとうございました。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 ありがとうございます。さあこの後は第33